しまいそう。しっかり方向を把握しておかないとね。それで、あの鶴はどこにあるの？本当に合ってるの？見せてもらった鶴と一緒ね。でも随分歩いたような気がするのは私の錯覚かしら。次は道をしっかり覚えてから来ましょうね。それじゃ、どのあたりがいいかしら。少し時間をちょうだい。あった！これなら。かなりいいものが。どうしたの？そんなに慌てて。
え？私には見えないけど。そばにいるから。いや、キリトがいつも危なっかしいから、いつの間にか強くなったってこと。結局無事に乗り越えちゃうからそこまで心配はしてないけど、私も精進するわ。キリトのそばにいられるように。あれ？このモンスターのツル、かなり丈夫で細いみたい。うん、これが一番良さそう。最後は帳尻が合っちゃうのよね。そこがキリトのすごいところなんだけど。
なんでもない。それじゃあ帰りましょう。帰り道では迷わないでよね。この間手伝ってもらったクエストを覚えてる？そのクエストで作った武器ができたのよ。すごく素敵よ。使い心地も気に入っているわ。キリトにはお礼をしなくちゃね。らしいわね。でもお礼は言わせて。ありがとうキリト。ようこそ。